パリーグ打率ベスト10はヤバすぎる。こちらパの打率ベスト10、オリックスとソフトバンクが多く、楽天とロッテは残念ながら入っていません。おそそそ定期、トモスギおらんのか。おそそそは一時期よく見た。頓宮次第では2割台の首位打者爆誕や。糸井を思い出すおそそそ。長嶋が1人だけ3割を超えて首位打者を取った年があって、こんな感じだった気がする。もう少しでおそそそそやな。頓宮以外では近藤が上がってきたから3割以上になるかな。おそそそそよりもおそ楽しそそその方が好き。少し前の頓宮みたいにもう少しで規定に乗る隠れ3割打者はおらんの？交流戦はパリーグの方が打率良かったって聞いたけどマジ？一番恐ろしいのは別に当時のレベルが激上がりしたわけじゃないってことや。交流の全然乗っていないよな。なぜ A クラスいるのかわからんわ。メンツ見たら日ハムのが余裕で強そうなのに。ロッテは交流戦さっぱり打てなかったな。交流戦で稼ぐはずだったのにな。マンチュー松本抜いてるやん。カムはエラッサイタ、ロッテはエラッサイショ。柳田あってんのかこれ。ちょっと前まで320とかだったろ。牧原が乗ったらおそそそそやん。近藤なんだかんだ7億の価値ありそうやんけ。頓宮もこのまま行くとは思えんし、過去1レベル低い首位打者争い見れそうや。ご視聴ありがとうございました。